皆さんこんにちは。3月に入ってだんだんと春が近づいてきました。ボートレース界もついに SG シーズン到来です。そこで今回は3月23日からボートレース福岡で開幕となります SG 第56回ボートレースクラシックをさまざまな角度から徹底解析しちゃおうと思います。もちろん皆さんの船券作戦にも役立つ情報をお届けするんですが、今日はなんとあの注目レーサーにもリモート出演していただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。さあ、それでは福岡を攻略するために心強いこの方をお呼びいたしました。ご紹介いたしましょう。公営レーシングプレス編集長鈴木輝夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さんとはよくボートレース福岡でお会いしますもんね。そうですね、僕福岡はもう40年近く通ってますからね、東京から、はい、そうですね。でもあのボートレース福岡で行われるレースというところでは結構魅力的なレースありますもんね。そうですね、うん、はい、あの福岡は大きいレースいっぱいやってますし、はい、それからあの水面がね、うん、特徴的ですから、うん、確かにあの福岡ならではのレース展開というところは面白いですよね。あのね、進入からもまずね、もしあのちょうどお客さん観客の向かい側にね、はい、ピット離れが見えますから、うん、あそこからもレース全部見えるっていうのはなかなかないですよね。でもボートレースクラシックが福岡で今回3回目って本当意外ですね。そうですね、あのその時の優勝者っていうのは分かります？17年前、あるいは元選手と言ってもいいけど、あ、それはもうヒントになりますね。あ、そうね稲村豊さん。そうなんですよ。今村拓選手7回 SG 勝ってるんですけども、はい、6回目の SG をねここで取ったんです、うん、でこのクラシック歴史的に言えばこれが一番権威があって1位なんですね、競争順位でいけば。へえ、ね、それだけの重みがあるレースなんですよ、うん、なんか重みがあるレースとは把握してましたけど、でも選手の皆さんも SG に出るためにまずはクラシックかダービーか、そこを目指してますもんね。そうですね、やっと SG が始まるというね楽しみもありますので、早速ですね福岡についてお話を伺いたいと思いますが、はい、まあファンの皆さんもご存知だと思いますが、改めてこの福岡の水面ですよね、はい、おさらいしたいと思いますが、鈴木さん印象的にはどうなんですか？まあはっきり言えば、うん、全国唯一のコースですよね、はい、1マークがこの中側の半分近くをね、うん、占めてるんです、うん、つまり1マークはね川の上を走ってるんですよね、はい、だから何が起きるかっていうとうねりがあるんですよ、うん、ただうねりといってもねいろんなうねりがありますけど、はい、この福岡のうねりっていうのは一番わかりやすいうねりです、うん、もう川の流れに対して、うん、あの海からの満潮でね満ち潮で、はい、あの海が満ちてくる、それとぶつかったうねりね、それから風の場合は大体年間通してね海側からの北風が多いんですよ、でその風と対して、うねりが生まれる、そういうところが特徴なんですけども、それこそ選手にとってこのうねりをいかに攻略して、ね、逆に味方につけることができるかっていうのもポイントですよね。もう一番のポイントですね、うん、あの印象としてはこの時期どうなんですか？3月は風が吹くとおっしゃったんですけど、一応ね、うん、あの風が変わるコロコロ、うん、とりあえずその日の風向きは、はい、皆さんチェックしてほしい、うん、でちょっと暖かくなってね、うん、水ぬるむ季節になってきますので、はい、ちょっとモーターにも変化あるかもしれませんね、うん、だからそういう意味では面白いですね、うん、その見てわかるんですけども、はい、2マークから奥行きね、うん、これがね70メートルしかないんです、はい、これが70メートルしかないという奥行きがないので、はい、だから出しが効かない、はい、だから横柳君 SG ではね、枠なりでね、うん、あのスローで前提スローっていうのはよくあるんです、はい、福岡の場合はね。確かにあのもう目いっぱいダッシュの選手は引いてますし、うん、時々あのスローかダッシュか分かんない時ありますよね。そうそうそうだからどちらかというと福岡の場合は3コースがまくるんですよ、うん、で3コースまくりに行ってインが張ってくると4コース5コースの差しが入るっていうことで、うん、で一番ね怖いのは2、3コースなんですよ。実は僕は2コースと言っても一時期ね全国データ調べた時に、はい、ずっと2コースの1着率が全国高かったんだ、はい、とか最近はもう全くそういうデータがなくなってきてるんですけども、本来はなぜかというと3コースまくりに対して1があって2コースが差していく、それから2コースが自らまくっていくパターンが多いんです。あー確かにそんな印象ありますね。はい、で2コースのまくり決まるんです。はい、インが意外とスタートやや遅れる、うん、だからそういうところを見ると僕は SG クラスになったら2、3コースのまくりして4コース、5コースの差し、あるいはまくり差し、
ここで潮汐をねちょっと見てほしいんですけど、はい、実はあの福岡の場合は潮汐はやっぱ気にしてほしいね、はい、うねりの問題がありますからね、うんうんうん、で今節は全、はい、あの節間通してね、うんうんうん、干潮水面なんです、はい、すごくね走りやすいですね。あーじゃあもう、はい、どっからでも攻められるってことですか。そうです、初日だけちょっとねあの満潮の時期があって2日目からもうだいたい通して干潮シーズンに、うん、ちょうど 最干潮が一番13時なのでね、うん、1時なので、うん、もうだから走りやすいと思うんですね。だからまくりも決めやすい。ただ大潮なんですよね、あの後半3日間は、はい、うん、だからちょっと潮が高いので、はい、その分だけですよね。だからその辺の見極めですよね、うん、でも僕は基本的に風向きさえあとは良ければね、うんうん、まくり決まる水面でちょっと面白いなと。だからエンジンが良ければ、うん、エンジン重視で、うん、勝負してほしいなと思います。レースっていうのはね、はい、初日2日って結構荒れるんですよね、うん、なぜかっていうとスタートがなかなかつかめない、はい、だからそれが陰が強い初日2日ってのあったすると、うん、その陰が意外に破れる、うん、と初日2日から意外と荒れるということですね、うん、そういう情報を聞いてくるとやっぱり楽しみになってきますね。そうですね、うん、でも最近の SG っていうと、はい、やっぱりモーターですよね。そうですね、もうモーター勝負が一番大きいですね。そこで出番です。鈴木さん、はい、注目モーター教えてください。はい、一押しは65番です、うん、65番、はい、これはどういうモーターなんですか。これね、うん、全部いいです。もちろん出足がメインですね、うん、それから行き足、行き足っていうのはね実はレースで一番大事な足なんです、うん、福岡の場合はその行き足が分かるんです、はい、展示タイムで、はい、それなぜかっていうと測ってる位置がね全国と違うんです。一幕回ってガッと選手がハンドルにあのレバーを握って出ていく足が分かるんですね、うん、これが分かるので展示タイムが結構当たる。おお、その65番を押すポイントは、はい、実は67周年で、はい、吉川選手が仕上げたモーターなんですよ。でその67周年11月なんですけども、はい、でこれその時まで 36% ぐらいのモーターでね、そんなに目立ってなかった。あ、じゃあそっからですか。そっから、へえ、もう最後終盤にはね、うん、ほとんど吉川選手ね、うん、もう何も直すことない、うん、手応え抜群だ。彼あの一番先に SG 優勝したのは賞金王決定戦、当時は賞金王決定戦、インバグランプリですけど、はいはい、この福岡水面ですからね、うん、このクラシック3連覇がかかってるんですよね。そうなんですよ、毎年だから SG は吉川選手から始まってるってことなんですよ。 SG 戦線は、ね、福岡4連覇、うん、クラシック3連覇やったら神様なんで、はい、僕は神と崇めます。いやもう本当に吉川元博選手は中年の星ですよ。そうですね。じゃあこの吉川選手が仕上げたという65号機を誰が手にするのか、あと65号機はその展示タイム、特に行き足を注目してほしいと、そうですね、いうことですね、はい、その他はいかがでしょうか。はい、あと28番ね、うんうん、そのうねり本の時の1号艇取った松尾選手がね、はい、これはあの優勝戦2着になりましたけど、これも伸びが良くてね、出足も良くてちょっと注目、うん、それからもう一つあるんですね、はい、吉川選手に負けて優勝戦2着になった67周年の時ね、うんうん、このモーターそれまではエースモーターだったんですから、はいはい、この72号機はいい乗り手が引けば、うん、あの65番と変わらないんじゃないかなと思ってますけどね。じゃあ今挙げていただいたこの65、28、72、これがまさに注目モーター。そうですね、うん、じゃあ鈴木さんが挙げていただいたこの3機誰が手にするのか非常に楽しみですね。そうですね。さあそれではお待たせいたしました、今日のスペシャルゲストをご紹介いたしましょう。昨年は徳山で G1 初優勝を飾りまして、勢いそのままにグランプリ初出場、さらにはファイナルまで進出して本当にボートレースファンを沸かせてくれました。早速ご紹介いたしましょう、ボートレース界のノリに乗ってる最強のエンターテイナー、西山貴弘選手です。こんにちは。どうもどうもどうも、はいはいはい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、まずは先日の江戸川の G1 優勝おめでとうございます。ありがとうございます。
去年から今年にかけて本当にノリに乗ってますね。そうですね、なんかもう皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。改めて、はい、去年1年間振り返っていかがでしたか。いやもうエンジン運に恵まれんやったんですけど、最後の最後で枠番運に恵まれたんですね。は最高の1年でした。はい、やっぱりご自身の中での変化っていうのは何かあったんですか。いや峰竜太が身近に感じてきました。素晴らしい。鈴木さんも西山選手は若い頃からよくご覧になってると思いますし、うん、最近の強さってのは1コースね、うん、取った時絶対に頭外さないって。そうですね、いつも嫁から逃げ回ってるの、逃げるのは得意なんですよ。はい、本当に本当言うと西山さん集中力がすごいですね。多分小中高と集中力なかったのここに来て集中力が多分身についたんでしょうね。もう徳山の G1 初優勝はファンの誰もが嬉しかったと思うんですけど、あの時は今村豊さんの、はい、まあ、引退シリーズというところで、はい、そこで乗る1号艇っていうのは相手も相手でしたし、いや本当なんか縁があってから今村さんよく遊んでくださってたんで、で優勝戦前にお前なら大丈夫って頑張ってこいって言って、弟子の白井さんがおるにもかかわらずボソッと言ってくださって感動しましたね。本当にこのおっちゃん辞めるんかな思いながら、でも、まあ、次の江戸川でポンポンと 2つ目取れたんで、やっぱ江戸川で取れたの大きいでしょ。でかいです ね、 ね、だけど江戸川の施工者さんには来年はもう呼ばないでくださいと一応言ったんですけど、あとはグランプリに出場してトライアルの1枠っていうのは重圧違いました。やっぱ違いますよね。今年はベスト6を目指して僕の大嫌いな篠崎仁がもう早よセカンドまで来いやってずっと前言から言ってたんで、最初からファーストから戦う選手とセカンドから戦う選手のモチベーションの違い、あと時間が使えるじゃないですか、はい、余裕を味わってみたいですね次は。この3月に SG が行われるということで、その攻略といいますか、はい、どんなイメージですか。博多の院は難しいですよ。そうですよね、なんならまだ江戸川の院の方がいいと思います。そうですか、はい、博多の院はもう、うねりがあるもんと思って手前で落とせば3コースにはまりますし、そうですよ、でないもんと思って握っていってあったら2コースに刺されますし、流れちゃうんですよね。そうなんですよ。でも干潮になって潮が引いてうねりがなかったら日本一逃げやすい水面と思います。はい、逆に博多で好きなコースってあったりします。やっぱり2コースでしょうね博多は。高架の2コースは1着取れるってことね。はい、180m しかないんでかましがダッシュ勢が、はいはい、そうです。なんでそれもでかいんですよね。あとあそこは僕の敵でありますボラが飛ぶんで、はい、林圭介ぐらいのでっかいヘビー級に走りそうなボラがいっぱい飛ぶんです。はい、じゃあまずボラ対策でなんとかなれば。そうですね、ボラにさえ当たらんやったら多分そこそこいけるんじゃないですかね。はい、ぜひ西山選手や瓜生選手に代わるヒーローになっていただきたい。そうですね、ちょっと瓜生さん、なんだかんだ地元って言われてますけど、はい、私も東京にいますからね。はい、それ言っちゃまずいでしょ。はい、なんでも東京、福岡三条なんて東京三条走っていただけたらありがたいんですけどね。はいはい、今年は福岡三条で SG があるんで、はい、どっか一つ目立ちたいなと思います。それは福岡もそうで、若松今度ねオールスターもあるし、そうですね、はい、あそこで人生のピークが来ればいいなと思います。何言ってピークはまだまだこれから先ですよ。いやいやもうピークはそれこそ、はい、ボートレースオールスターといえば地元中の地元若松ですけど、はい、なんと中間発表では第2位、これちょっと今ね巷でざわついてますよボートレースか今。いや原田幸也さんにはもう世も末やって言われました。1位になったらどうします。ドリーム戦1号艇地元若松オールスター出場となったら2位の峰竜太を張り散らかして逃げます。見てみたい。はい、地元の若松オールスターで初めてドリーム乗るっていうこの気持ちは、はい、いやもう本当嬉しいですけど、うん、インがいいんで毎月行きます、うん、実はですね西山選手、はい、今日は西山選手のことをよく知る、はい、もう一人のスペシャルゲストにお越しいただいてるんです。聞いてない聞いてない、誰それではスペシャルゲスト、はい、こちらの方です。ふざけんなよ。おいしバカ
また西山を盛り上げる企画これもうよかろうや池田誠選手ですよろしくお願いしますお願いしますすいません池田選手お待たせしました随分いやもうほんと待った待ったマジで長いもんいつものようにほんと今のねお話ずっと聞かれてたんですよねはい、うん、どうですか同剣同期として今のお話ここまで聞いてあなんかちょっと真面目なことも言っちゃったりして、うんうん、でもちょっとふざけちゃったりもして、うん、やっぱりいつもの西山貴博やなみたいな思いましたけどねいやもうお二人はね同剣同期でもちろんライバルでもあり本当にね切磋琢磨してる仲間というイメージが強いですけど仲いいですもんねそうですねもう兄弟みたいなもんですからね、うん、まあね、うん、それこそね先ほど G1 江戸川の優勝の話しましたけどもそのあたりは池永選手も一緒に走ってたんで、はい、まあ盛り上がりましたねもう6号艇で一頭取った時あったじゃないですか、はい、僕先に帰ってたんですよねコロナの影響で、先に宿舎に戻らないといけないんで、うん、してボケーっと見とったら、うん、何よ何よ、うん、なんかうちが勝手に開いてポンって一頭取るでしょ、うん、もう帰ってきたらうるさいうるさいもん先に帰っとったんで勝利者インタビュー聞いてないやろうなと思って、うんふとちゃんの部屋でもう一回勝利者インタビューしてやったはずあの池永選手 G1 は先に取ったじゃないですか西山選手よりもね、はい、そうですねそれはもうたまたまね三国でいやいやいやあれは盛り上がったっすよ三国もう忘れもせんすもん9月15日もう嬉しすぎてから、うん、同期全員集めてからその日、うん、福岡で待ってましたもんへえそうなんですよサプライズみたいな感じで、うん、そうです福岡の同期集めて、うん、お前行くぞっつって全員集めてから来たんですけど、うん、小川光大っておるんですよ、はい、小川光大がちょっと花買ってきてくれって頼んどったら、うん、あいつ鉢ごと買ってきたんですよ土のついた鉢ごと珍しい人97期ってみんな個性的ですね、うん、そうそう、ね、みんな個性が強いんですよ、ねねうん、なんでそんな役者が揃ってるんですかね、うん、多分担当教官が癖が悪かったんでしょうね意外と96期進行方針的な感じが見えるけど、はい、そうでしょ96期の教官は優しい教官でしたもんあ、はい、あもう仏ですよね仏ですでもね今ね勢いからいったら97期の方がいいんじゃないかって気がするんですねいやそうなんですよあると思います、ね、それは多分それも教官が良かったんでしょうねだから破天荒な面々一応建前上ね建前を言っとこう言っとこう池永選手も今年はすでにねまあ今の時点では2回優勝してそうですね、うん、もう年末年始来ましたねボンと正月、うん、でも今年もねやはり池永選手も昨年のグランプリ出場した西山選手を見て姿をやっぱ思うとこもありますよねそうですね、うん、ちょうど本当僕がもう良くなったというか、うん、まあ優勝し始めたのもグランプリあたりぐらいからじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあやっぱ見えない力がやっぱ働いてるとは思います、うん、西山のおかげでですね、うん、それはいやグランプリのピットではいつもの陽気な西山選手とは違ってたまに見せるシリアスな表情も私見ちゃったんですよそういう表情おばちゃん好きですもんね大好きでおばちゃん好きですもんでもあの経験してからもう江戸川の1号艇も緊張も何もなかったですもんねそうですかほんでなんかピットでなんか切ったね同期が手振りようでしょ頑張れー言うてねえもうデビューした頃なんてなんか練習行ったらですよあのカポックを着ずにヘルメットかぶってシュンで行こうとしたぐらいの男ですからね、うん、そんだけバカだれがもうほんとすごいっすわほんとそうそうそう僕はそうそういえば学校時代は一番西山さん年下なんですか年下です男では、ねはい、年下でしたどんな感じだったんですかねまあクビになりかけてたんで、必死だったんで多分お笑いの方には走ってなかったような感じがしますね、いやそんな僕も取材行ってたけど、うん、あんまイメージないんですよね多分ね猫かぶっとった隠しちゃったんでしょうね多分目立たないように違う違う違う爪を隠してたんですそっかじゃあ当時っていうのでもですね、うん、長尾さんでも上がポンコツすぎて僕下なのに6ヶ月間小隊長しましたからねそうなんですか、あそういや上がもうクソみたいなもうほんとおい年上しかおられたね年上3つ4つ上が一番クソやった我らやないかお菓子争奪とかしてから教官に見つかってで怒られるの僕ですよ招待してるからそうかいや教官に愛の鞭をいただくのは僕ですからねまあまあ
食らいましたよ。それでこんな顔になったんですから。本当はね、キムタクみたいな顔しとったけどな。じゃあ池永さんからすれば西山くんは可愛かったんですか。あ、もう可愛い、もう真面目というか、あのもう一生懸命一生懸命みたいな、はい、10年に一度の存在って言われよったんですよ、池永さん。教官に言わんでくれ、田村貴信の再来やって言われてすごかったんですよ。あの最初の訓練も始まってすぐから、そしたら卒業するときに教官がなんか腕時計をこうやって見よったんですよ、はい、池永って言うんですよ、はい、何言おうかなと思ったら、卒業の時は10秒の一人だったなって言われたんです。6人も生まれる計算でございます。いや最初はですね、やっぱそんな言われてたんですけどね、はい、言われてちょっと鼻が伸びたんですかね。もうなんかピューで伸びたんでしょうね。結構体重なんか気にされるじゃないですか。まあ西山選手がおるとちょっといろいろ食べさせられるんでね、ちょっと太りますけどね。もうなんかもう目の前で美味しそうにご飯いつも食べるけどですね、僕あの田舎のばあちゃんみたいな考えなんですよ。食べさせてあげたくなるんです。もうお金殺されるかもしれんな。まあね、これね、僕とあのふとちゃん2人やったらいいんですよ、うん、そこに山口達也とか土屋が加わろうもんなら大変大変。あいつら減量っつって飯食わない菓子ぼっこり買ってきますからね。こっちの方が軽かろうがって。いや今回はね、あの福岡のボートレースクラシックの番組ということで、それこそ本当は池永選手にも出てほしかったんですが、まあ、今回そうなんですね、うん、それでも出演を心よく引き受けてくださって、あの皆様オールスター池永と知りたいです。お願いします。お願いします。ちょっと西山選手にエールありますか、今年最初の SG 西山選手に対して。そうですね、あの僕も行きた本当に行きたかった博多の、クラシックなんで、はい、今年も違うぞというのを見せていただきたいです、うん、ちょっと西山選手もうこんな肌ツルツルで、はい、池永選手コメントも出してくれてますよ、はい、あの僕があのクラシック走ってる間、レース場でさっきの釣り竿でボラを釣っとってもらいたいですね。僕に当たらないように、あそこにいるだけのボラを全部釣り上げとってほしいと思います。はい、で最後に僕はでかいタイトルをあの釣り上げたいと思います。いいこと言いましたね、はい、そして池永選手自身ももちろん今年にかける意気込みを伺いたいと思いますので、ぜひ教えてください。まあ、まずはダービーとかそういうのを、しっかり狙って西山に、一緒についていけるように頑張りたいと思います。そして西山選手、はい、ファンの皆さんに改めて意気込みも含めてメッセージお願いします。そうですね、全国のおっちゃん、そしてスタジオのおばちゃん、全国の おばさまたちが、はい、スタジオのおばちゃん、あとボールさんに入れていただいた皆さんが本当に盛り上がるようなレースをご覧に気をつけながらやりたいと思いますんで、はい、はい、期待していただきたいなと思います。はい、西山選手、池永選手、まあ、97期の、ね、活躍、ね、今年も期待したいと思いますので、はい、そうですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、西山選手クラシック気合い入れて頑張ってください。はい、篠崎仁志の邪魔してきます。というわけで西山選手、池永選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。池永池永選手西山選手、池永選手にも出ていただいて、なんかてんこ盛りでしたね今日。そうですね、内容が豊富でしたね、もうすごく充実した時間でした、はい、はい、まあ、今年最初の SG が福岡のクラシックということで、改めてどんなところに期待したいですか。一応地元のね、はい、岡村選手が繰り上がりで入るので7人いますので。そうですよ、ぜひ地元全員がやっぱ頑張ってほしい、うん、まあ、その中で西山選手がね、うん、みんなの願いを込めて、はい、SG 初 V トライにね、うん、このクラシックっていうのは初優勝初 V っていうのはね、はい、結構多いですから、うん、ぜひ西山選手お願いしたいですね。もう今日鈴木さんが言ってくれたその情報をもとに、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいですね、はい、鈴木さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ SG 第56回ボートレースクラシックは福岡でいよいよ3月23日から開幕となりますので、トップレーサーたちの熱戦に今年もぜひご期待ください。最後はですね、 SG ボートレースクラシック名勝負を振り返りながらお別れとなるんですが、今日振り返るのは2018年のボートレース浜名湖で行われました第53回大会となります。講談師田辺良鶴さんの迫力ある語りとともにお楽しみください。春はあけぼのと申します。何かが始まる予感と期待がそこにはございます。
2018年平成30年3月21日その年の SG 競争部の幕開き第1幕が結末の時を迎えました。 SG 第53回ボートレースクラシック優勝戦、戦いの舞台は浜名湖でありました。1号艇白井英二、2号艇井口義則、3号艇岡崎康弘、4号艇瓜生正義、5号艇寺田翔、6号艇峰竜太、ボート界に名だたる勇者の激突であります。人気の中心として立ちはだかる白井英二はホワイトシャークの異名を持つ超一流、スタートから押し切る構えであります。これに対し SGV5 の井口義則は2012年浜名湖オールスターの優勝もあり実績十分、相手筆頭であります。岡崎康弘も2010年のボートレースオールスターで SG 初 V を飾ったのがこの浜名湖、ファンにも特別な思いがございます。さらに模範生正義の人瓜生正義と山口の寺田翔はレース巧者、どんなに苦しい戦いといえども活路を見出してくる強者です。そして大外枠には当時3年連続勝率ナンバーワンとなっていた泣き虫王子こと峰竜太、誰もが虎視眈々と栄冠を見据えていたのでございます。進入体系は1番2番3番ダッシュ4番5番6番枠なり3対3、直前まで猛烈な風が吹いておりましたが風神様もこの一戦が気になったのでありましょう。緩やかな追い風3メーターの中6人の侍がスタートを切っていったのであります。100分の1秒を争うスリット構成は2コースの井口義則がコンマ12でトップスタート。しかしインのホワイトシャークも負けてはいません。そしてこれは白井英二の逃げかと思われた瞬間、電光石火の攻めが繰り出されるのであります。井口義則の意表をつくまくりであります。あっという間に白井英二を飲み込んでしまったのでございます。この時場内は割れんばかりの歓声と悲鳴に包まれておりました。乾坤一擲の一撃とはこのことであります。もともと前速戦で攻める雰囲気だった岡崎康弘は井口の思わぬ攻撃に遭い出番を失ってしまいます。そこを突いたのが瓜生正義と峰竜太、井口に続くのでありました。三重県出身、もともとは競輪選手に憧れて研鑽を重ねてきた勝負師井口義則ですが、第一線級のボートレーサーになる運命を背負っていたのでありましょう。プロデビューすると高い高い目標を掲げ一切の妥協を排し、その心技体を鍛え上げたのでございます。これぞまさに自立の人。そしてその成果を優勝という結果で手にする瞬間がやってまいりました。予選での失敗もあり、流れを自分で外したものの引き戻せた。6年ぶりに SG 優勝という興奮を味わうことができ本当にありがたいと表彰で感慨深げに語った井口義則。前の年小島で開催された第52回大会が準優勝だっただけに雪辱を果たしたと言っても過言ではありません。ボートレースダービーやボートレースメモリアル、ボートレースオールスターと並び歴史と伝統を誇るボートレースクラシックに井口義則の名が刻まれた瞬間でありました。勝った者にも、戦いを支えた者にも、戦いを観戦した者にも新風が吹き寄せ、新たな決意と希望を呼び起こすボートレースクラシック、戦国ボートレース界にあって次なる福岡でどのような一大旋風が巻き起こるのか、あなたの予感はいかがでありましょうや。今回ボートレース福岡と大人気アニメ進撃の巨人との夢のコラボレーションが実現。そこで SG 第56回ボートレースクラシックの開催期間中に進撃の巨人とのコラボグッズや現金が当たる。
壁を越えろ進撃の電話投票キャンペーンを実施いたします。詳しくはボートレースクラシック特設サイトをご覧ください。